言って、言ってない、これにて、斉藤平之君の質疑は終了いたしました。次に山野井和則君。委員長。山野井君、30分質問をさせていただきます。まあ、今回の裁量労働制の虚偽データ問題、まあ、私たちが非常に怒っておりますのは、これは命が関わる問題なんです。今日も過労死の家族会の方々、傍聴にお越しをくださっておりますけれど、裁量労働制によって過労死が続出し、体調を壊して会社を辞めざるを得ない方々が続出し、おまけに過労死をしても裁量労働制だからといって労災すら受けられないと、真面目に会社のために家族のために働いた人が、一言で言えばこれ人間扱いされない恐れがあるというのが、この裁量労働制の恐ろしさであります。昨日もエキタスという団体の方々がこの裁量労働制拡大反対でデモをされて、約1000人が参加したと言われております。私、この若者の方々の声を聞いて当然だなと思ったのは、今日の配布資料にもその記事入れておりますけれど、主張は極めて当然なんですよね。要は働いた分の給料は払ってほしいと、残業をさせるならば残業代払ってほしいと、これ何か法外な要求してるんでしょうか。当たり前じゃないですか。さらに裁量労働制というけれど、裁量があるって嘘じゃないのかと、そういうことも皆さんおっしゃっておられます。さらに定額働かせ放題、一歩間違えば裁量奴隷制度じゃないかと、そんな批判すら出てきております。今日は若い方も傍聴に来てくださっておりますけれど、先ほど聞きましたら、その方は若者で、昨日ちょっと裁量労働制にとって話し合いをしたそうです。どういう声だったか。やっぱりこれ働く側じゃなくて働かせる側が有利なんじゃないかと、みなし労働時間にしてそれ以上残業代払わないとやっぱおかしいよねと、みなし労働時間は100歩譲っていいけれど、もし晩まで長時間残業させられたらプラスアルファで残業代払うのは当たり前じゃないのと、私は至極この若者の方々の意見というのは真っ当だと思います。安倍総理や加藤大臣は何か70年ぶりの労働基準法の大改革だとかおっしゃってますが、私たちに言わせれば70年ぶりの大改悪にこの裁量労働制や高度プロフェッショナルを削除しなかったらなってしまうと思います。おまけに共同通信の記事によりますと、担当監督官が証言、時間取れずずさん調査に、内規で決められた約1時間半の間には移動や報告書の作成の時間も含まれ、調査には一社数十分しか割けなかった、まともに調べられなかったという、こういう監督官の証言も出てきております。そういう中で金曜日、野党有志で厚生労働省に行かせていただきまして、厚生労働省の方々のご配慮がありまして、この32箱この段ボールの中に記録法の原票が入っていると、これを見せていただきました。これはスキャンダルの問題ではなくて、この記録表の原票は労働者の命のかかった原票なんですよ。これによって政府は裁量労働制の拡大を方向づけたのがこの32箱の段ボールです。このしかしこの段ボール箱の中身、あえて言いますが、私は監督官の方々が問題があったとはあえて言いません。やはりこの監督官の方々の証言でも限られた時間で
1日に5社回って1箇所数十分しか実際のヒアリングできなくて限界があったとおっしゃっているように監督官の問題じゃないんです。やはりこの調査はそういう設計上も無理があったためにさまざまな虚偽や間違いのデータも出てきたのではないかと思います。そんな中で金曜日の私の質疑からの宿題を加藤大臣にお聞きします。これですね、裁量労働制は9時間16分で平均1日の労働時間が一般の労働者の9時間37分より短いんだと。比較しても比較しなくてもとにかくその裁量労働制の1日の労働時間が9時間16分なんだと。実際より私は短いと思いますよ。そのことの元になったデータを私の事務所の吉澤秘書が確認したところですね、1日の平均1時間以下が25件あった。いくらその裁量が一部の方にあると言っても平均1時間以下ってやっぱりちょっとおかしいんじゃないですかと。それで大臣も調べるとおっしゃいました。今日の朝9時までにどういう原票で1時間となってて、どういう業種でどういう方なのか、この分科会で答弁いただきたいというふうにお願いをして、加藤大臣からも前向きな答弁をいただきました。しかし締め切りの朝9時になってもまだ1時間以下の25件のデータ全く来ておりません。25件1時間以下どういう方だったんですか。大臣お答えください。加藤厚労大臣。まず一部新聞記事を踏まえながらですね、1件時間が1時間うんぬんというお話がありましたけれども、これは基本的には1件大体1日2日ぐらいでですね対応している。これは監督指導でございますから基本的にそれにのっとってやっていくということが前提に行われている調査であるということをまず申し上げておきたいというふうに思います。それから今のご指摘の点でありますけれども、あそこでのやり取りはまず理事会ベースということでお話をさせていただいたところでございまして、まだ理事会でそういう協議が整っていないということを承知をしているので、私どもとしては理事会からご指示をいただければそれに対して最大限お答えするということでこれまでも対応させていただいておりますが、引き続きそういったことで対応させていただきたいとこういうふうに思っております。委員長山内君。いや理事会というより私が質問の中でお願いしたじゃないですか。次の質問私今やってるんですよ。理事会は12時か昼じゃないですか。出してくださいよ。なんでそんな引き延ばしをするんですか。ということは私のこの30分の質問の時には出せないけれど、昼の理事会では耳を揃えて25件の1時間以下の記録表、会社名は伏せていいですよ。出すということでいいですか。加藤厚労大臣。ですからあそこでの議論のベースは理事会での議論ということでございますから、そこでそういう結論になればですね、我々はそれに対して対応させていただきたいというふうに思います。委員長山内君。隠蔽もいい加減にしてください。出さない理由、出せない理由は何なんですか。私は国政調査権をもとに国会質問してるんですよ。出さない理由、出せない理由何なんですか。加藤厚労大臣。もともと原票の取り扱いについては理事会で協議をされておられたわけであります。で先日の山井議員との議論も理事体での合意ということを前提にお話をさせていただいておりまして、私どもはそれに従って対応させていただくということでございまして、別に当初として隠しているわけではなく、全体としてのこの原票の取り扱いともかかる話でありますから、これは理事会の協議をお待ちをしていると、こういうことであります。委員長山井君。これもう数年前の調査ですよ。大体ペーパーはいいですよ。じゃあ大臣の認識を聞かせてください。ペーパーは理事会に任せますよ。この1時間以下の人はどういう方だったんですか。パートだったんですか。ヒアリングミスだったんですか。打ち前があったんですか。大臣の認識を教えてください。加藤厚労大臣。
あの山井委員 の, あの先日のご質問の際にも私の方からみなしの労働時間が7時間とか8時間ということであればですね、1時間未満というのは違和感を持つところであるということは申し上げたところでございます。ただ具体的に今それがどうなっているかについてはそれぞれ原票に当たったり、それから専門性の場合には原票がありませんから、これはそれぞれ当たってみながらですね、確認をしてみないと最終的なことは申し上げられないということで精査をさせていただいているところでございます。委員長、山井君、だから金曜日に精査をしてくれと言ったんでしょう、土日を挟んで。その結果どうだったんですか。命のかかっている問題を議論してるんですから、あまりにもふざけた答弁、いい加減にやめてくださいよ。これは小さなクローズの空間じゃなくて、日本中の方々が裁量労働制拡大されたら、先ほどの若者のように結局晩までただ働きさせられるんじゃないか、あるいは体調悪化したり過労死しちゃうんじゃないか、みんな心配してるんですよ。その裁量制拡大をやりたいと言ってるのは厚生労働省と政府ですからね。そのデータの元が25人も裁量労働制は平均1日労働時間が1時間以下だったと言ったら、国民もどうなってるんだと疑問に思うのは当たり前じゃないですか。そんな難しい質問は私してませんよ。ということは大臣、これもともと野党ヒアリングで指摘したのは、これ木曜日ですよ、先週の。それからもう 4,5 日経ってるけれど、いまだに1時間以下のこの労働者がパートなのか打ち間違いなのかヒアリングミスなのかもまだわからないということですか。加藤厚労大臣。その時にもご説明させていただきましたように、企画型の場合には、半年ごとの届け出もございますので、まずそれとどう違っているのかをチェックをさせていただく。そして裁量型に、失礼、専門型はそういう届けでございませんから、それぞれに直接当たってみないとこれなかなか分かりませんので、今それぞれの企業に当たらせていただいているということでございます。委員長、山井君、今それぞれの企業に当たっているということですが、いつその結果を言ってもらえるんですか。いつ回答もらえるんですか。加藤厚労大臣。これは電話で確認するというわけにはまいりませんから、それぞれ労働基準監督署の監督指導官が先方に、しかもこれは臨時的なその検査でもございませんから、アポを取って、そして先方に出向いて、そして話を聞くということでありますから、その一定の時間はかかると思いますが、そんなに長くかけるつもりはありません。委員長、山井君、予算委員会の今最中です。いつまでということを明確に言ってください。そんなに長くかけるつもりありませんとおっしゃいますが、安倍総理が裁量労働制が短くなるという嘘の答弁をしたのは1月31日ですよ。もう今日2月26日じゃないですか。明日までに出してもらえるんですか。明確に言ってください。そう遠くない時期というのはいつですか。加藤厚労大臣。本件については先方もありますから、私は今の段階でいつまでということは言えませんけれども、当然一定の期限の中で答えを出していかなければならない問題だと、こういうふうには理解しております。と、理解である認識をしております。これは非常に重要な問題で、このここにありますように、このデータをもとに労政審では裁量労働制の平均労働時間は9時間16分と出した。でも例えば4時間以下の異常に短い数値を除くと、裁量労働制の平均労働時間は9時間48分になる。全く違ってくるんですね、これ。このデータが狂ってきたとなれば、当然すべて労政審も実態調査も当然これやり直しになります。今も声が出ておりましたけれど、当然こういう今回の労政審の裁量労働制の労働時間という一番根幹的なデータが正しいか正しくないか精査中わからないという以上は、そのデータが出るまでは当然この予算委員会採決できないということになりますが、それでよろしいですね。加藤厚労大臣。もう委員ご承知の通りでありますけれども、委員会の審議のあり方については政府からコメントするのは控えたいと思います。委員長、何を言ってるんですか。山井君、この予算委員会の国民も含めて一番大きな関心がこの裁量労働制の実態はどうなってるんだということですよ。それを精査って今やった調査ですか。平成25年度の調査ですよ。
大体その時点で私たちが見たらどう考えたってすぐおかしいって分かるんですよ。裁量労働制で平均労働時間1日1時間1時間1時間半1時間2時間1時間おかしいと思いませんか。これこんなデータで裁量労働制で労働時間が短くなって裁量労働制を拡大するなんてとんでもないですよ。人の命を何だと思ってるんですか。採決は委員会が決めることじゃないですよ。それまでにしっかりと厚生労働大臣として早急に結果を出すと約束してください。そうしないと予算委員会は何なんですか。これまだ安倍総理はこの答弁は撤回したけれどデータは撤回しておられません。今のように1時間以下の方がどういう実態かがわからなかったらその答え出ないじゃないですか。1時間以下の方々のデータが間違いであったりパートの人が入ってたらこれ当然データも撤回しないとダメですよ。そのことを白黒はっきりつけないと当然採決なんかできるはずがないじゃないですか。大臣早急に調査結果を出してください。さもなくば私たちはそれが出てくるまで採決当然待ちますよ。当たり前じゃないですか。国民の命にかかった議論を私たちはやってるんですよ。残念ながら被害者はすでに出てるんです。それをどうやってこれから過労死をゼロにするのか体を壊す若者を減らすのかその議論をしているときにいつその結果が出るかわからない。それで国会の責任国民に対して加藤大臣果たせると思いますか。早急に調査結果を出してください。加藤厚労大臣。今山野委員お話ありましたけれども私ども今回の法案の中で前回もお話をさせていただきました。現在の裁量労働制に対しては様々な問題点がある。そしてそれに対してですね、ある意味では規制強化という形で取り組まなきゃいけない。こういう中身を今議論をさせていただいているということでありますので逆に今のままではなくてそれをしっかり強化していこうということも含んでいるということをぜひご理解をいただきたいと思います。それから委員会の審議と云々については私ども先ほど申し上げたように直接言及するのは控えさせていただきたいと思いますけれどもこうした精査できるだけ早くに進めていきたいと思いますがただ先ほど申し上げたようなやり方を取っておりますのでいついつまでにということはなかなか申し上げられませんけれども一定のところで結論を出していかなきゃならない。委員のご指摘はその通りだと思います。委員長小野井君。今日の配布資料の中に最近の世論調査の結果が出ております。日本経済新聞の世論調査でも裁量労働制データ再調査を 75% さらに裁量労働制の拡大賛成は、拡大はですね結局賛成が 30% それ反対が 42% 反対が上回っております。そして裁量労働制の部分を法案から除くというのが 38% で一番多いわけです。さらに毎日新聞の世論調査では反対 57% 裁量労働制の拡大賛成 18% さらに先日の朝日新聞の世論調査では裁量労働制拡大反対 58% 賛成 17% 朝日と毎日の調査では反対が賛成の3倍以上になっております。10年前、過労死のご家族の方々や、私たちも大反対をしましたが、その結果、安倍総理は当時のホワイトカラーエグゼンプション、今はコードプロフェッショナルという名前になっておりますけれど、同じくこの裁量労働制と同じような残業代ゼロの制度に関して、安倍総理は10年前、第一次安倍政権で撤回をしました。その時には、こういうコメントを安倍総理出されたんですね。国民の理解がないと運用できないし、現段階では理解を得られていない。まさに今のこの状況そのものじゃないですか。人の命を奪うような法律を、国民の大反対を押し切って、若者が長時間残業やめてくれ、過労死させないでくれ、そうやってデモまでしてるところ、中で、
押し切るというのはおかしいです。ぜひとも立ち止まって再調査、そして老精神やり直し、とにかく今回の法案から一旦削除する。金曜日の日にも過労死のご家族の方々から要望あったと思います。ぜひとも国民の命を守るためにも加藤大臣、決断をお願いします。加藤厚労大臣。委員からのお指摘もありまして、先週の金曜日少し時間が遅くなってしまったんですけれども、過労死でですね、ご家族を亡くされた方、またあるいは過労によって、体調を大きく崩された方、それぞれからお話を聞かせていただきました。本当に悲痛なる思い、それぞれの亡くなられた方々は本当に真面目に仕事に取り組んできた、そういう中での結果である、またそれをなかなか家族としても今でもなかなか受け入れがたい、またいろんなところからまたいろんなことを言われたというお話がさらに心に傷をつけている、そうしたお話、また今まさに過労の結果としてのそうした疾病等で大変まだ苦しんでいるんだ、中には、目に障害を受けた方もいらっしゃいました。本当にそのお話を聞く中でですね、我々も過労死は撲滅をしていかなきゃならない、そういう思いで今回も罰則付きの上限規制を入れる等々の施策も組み込ませていただいているということ、そして本件においても裁量労働制の現行の運用が必ずしももちろんメリットを感じている方もいらっしゃるけれども、他方でまさに適正な運営がなされていない、やっぱりそれに対してどういう形で規制をしていくのか、そういったこともしっかり盛り込んでいる法案であるということもお話をさせていただきました。我々は現行の裁量労働制が全くうまくいっているという思いは持っておりませんし、労政審の審議でもそういうことではなくて、むしろ長時間労働の懸念等々が指摘をされているわけでありまして、その上に立って必要な規制をやり、そしてその規制の中において自律的に創造的に仕事をできる部分を拡大していくというのが今回の内容でございます。いずれにしても法案については労政審の権威を踏まえた法案要項をおおむね妥当といただきました。それをもって今法案作業を進めさせていただいておりますけれども、並行してこうした中身についても国民の皆さんにしっかりと説明をすべく、またデータについてはいろいろご指摘をいただいておりますので、しっかり精査をした上でご説明をすべく努力をしていきたいと思っております。委員長山井君。今加藤大臣重要な答弁をされました。分かってられるじゃないですか。裁量労働制が大きな問題を含んでいることは分かってると、長時間労働の懸念が出ていることも分かってる。それだったらまずやるのは規制強化じゃないですか。規制強化して実効性があるのかどうか、その後で拡大するかどうかを議論するのが当たり前じゃないですか。今死死累々、人が亡くなり、人が体を壊し、家族も地獄の苦しみを負ってる。その話を直接聞きながらよくもまあ拡大するなんて言えましたね。厚生労働大臣というのは労働者の命と健康を守る責任者じゃないですか。これだけ問題があると大臣も認識されてて、申し訳ありませんと、申し訳ありませんと、早急に改善します、規制強化します、それが当たり前でしょう。それを何ですか、拡大するって。盗っ人たけだけしいにも程があるんじゃないですか。人の命を奪う現状を放置しておいて、さらにその、まあ、ニュースとたけだけしいという発言が悪かったら、撤回します、申し訳ありません。ちょっと止めて、ちょっと冷静にお願いします、はい、不適切な発言だと思います、はい、はい、起こして。山野井君、はい、申し訳ありません、ちょっと言い過ぎたかもしれません。言い過ぎだ。ただこれは人の命が奪われてるんです。人が死んで、ご遺族が苦しんで、その声を知りながら裁量労働制の拡大をする、私には考えられません。その神経が、大臣、ということは現時点ではこの裁量労働制の労働時間1時間とか、こういう方々にはパートの方も含まれているかもしれないという、そういう認識でよろしいですか。加藤厚労大臣。
今そこは精査をさせていただいているということでございます。委員長、山井君。ということは現時点ではパートの人が含まれている可能性もあるということでよろしいですか。加藤厚労大臣。ですからそこは精査をさせていただいているということでございまして、まあ、あらゆる可能性を考えながらですね、実態がどうなっているのかということをしっかり精査させていただきたいと思います。委員長、山井君。そういういい加減な状態でどうしてこれ採決ができるんですか。パートが含まれてたら全くこんな9時間16分なんてデータにならないじゃないですか。これ段ボール箱32箱先ほども言ったように監督官の方が十分な調査ができなかったと監督官を責める気は全くありません。1日5社を回らないとダメで1箇所1時間半でさらにいろいろな移動時間とかそういうのを差し引くと1箇所数十分しか対応できなかったと。それで1ヶ月の残業時間の方が1日の残業時間より短いとかですね、異常なデータがいっぱい出てきておりまして、それで裁量労働制の方も間違ったデータが出てきております。今加藤大臣に問われているのは、この間違ったデータも多数含まれていると言われている段ボール箱のその中身を今までのように信用するのか、それか過労死のご遺族の方々の本当に切実な苦しみの声を受け入れるのか、その選択だと思いますよ。もうこれ数年経ってもまだ精査が必要だという段階でこのデータはやはり今回の法案の審査の根拠にはなり得ないと思います。過労死のご家族の方々は大臣に切々と訴えられ、またいろんな方々にも切々と訴えられ、それは何か得になるからじゃないんですよ。本当はご遺族の話やご自分の体験を話されるのは私はつらいと思いますよ。私だったらそんな話できない、つらいし思い出したくもないというふうに思うんじゃないでしょうか。でもこうやって声を上げてられるのは自分のような地獄の苦しみを味わう人を何としてかこれからなくしたい、真面目で家族思いの人、そういう人が逆になくなってしまう今の日本の社会を変えたい、そういう思いで声を上げてくださってるんですよ。大臣、この今いろんな間違いが指摘されているこの段ボール箱のデータと血のにじみような思いで切々と訴えられている過労死のご家族の方々の思いと、どちらをより信用されるんですか。加藤厚労大臣。今そのデータについてはですね、調査をするということで調査をして、そしてその結果を労政士にお示しをさせていただいた。しかしそのデータの中には委員からもご指摘をいただいたようにいろいろな意味で問題があるということで、今それについてはしっかり精査をさせていただいているところでございます。その上で委員からもお話がありましたけれども、過労死の家族の皆さん方、その思いは私も受け止めば全く一緒でございます。いろんな思い、先ほど申し上げた、まだまだ十分に受け取れていない、しかしその中でそしてこの運動をすれば亡くなった人が帰ってくるかということはそんなことはないんです。にもかかわらず先頭に立っていろいろな形で活動していただいている、私はそのことに対してお会いしたときにも本当に頭が下がる思いですということは申し上げさせていただきました。したがって私どもは先ほど申し上げているように過労死をなくしていく、こういう思いはですね同じでありますし、それに向かってしっかりと努力をしていきたいと思っております。委員長。山井君。言ってることとやってることが逆じゃないですか。過労死のご家族の思いは分かると言いながら、分かるんだったらどうして拡大という話になるんですか。これどん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 裁量労働制を拡大したら必ず過労死する人は増えます、死者が出ます。これ何人増えたら拡大にブレーキかけるんですか。何人ご遺族の話聞いたら加藤大臣も分かってくださるんですか。人の命を守るのが厚生労働大臣じゃないんですか。
もうね、こういうご遺族の方々が必死に訴えないと政策が変わらないというようなね、そんな政治やめましょうよ。もう一回話聞いたらわかるでしょ、大臣も。そしてこのデータのこの状況を見たらわかるでしょう。数年前にあった調査が今いまだに及んでも正しいか正しくないかわかんない、そんないい加減なデータで人の命を左右する法案作らないでください。少なくとも予算委員会の採決までにはちゃんと白黒はっきりこのデータが正しいのか正しくないのか、先ほどの25件も含めてちゃんと国民に説明をしてください。答弁お願いします。質問時間、もう残りありませんので、端的にお願いいたします。まず冒頭に申し上げたこの予算委員会との関係については私ども直接コメントは避けたいと思いますが、ただ精査についていろいろご指摘をいただいておりますから、それに対しては誠心誠意そしてスピード感を持って取り組みをさせていただきたい、こういうふうに思います。山田君、国会というのは国会というのは国民のためにあるんです。これだけ国民に対して嘘の情報を流し虚偽のデータを発表し、そうした以上はきっちりと予算委員会で明らかになった問題は予算委員会で当然結論を出すのが当然です。森友問題も昨年の2月に野党が要求した資料が1年経ってこの2月に来ました。そういう隠蔽はやめてください。ぜひとも国民の命を守る、そのために私たちは戦ってまいります。以上で終わります。これにて山井和則君の質疑は終了いたしました。次に山田美希君。自由民主党の山田美希でございます。質問の機会をいただきありがとうございます。本日は患者価値に基づく医療介護の報酬体系と地域における医療介護提供体制の将来像について議論を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。去年のこの時期、私は衆議院の財務金融委員会での所得拡大促進税制の議論の中で、大企業も中小